はい。テざ放送そう、鉄道でーす。お疲れ様でーす。えー、お久しぶりになりますからね。一週間ぐらい空きました。すいません。参 <laughs> ーセーンみたいなね。<laughs> 反省してない人の参ーセンですね。えー、とりあえず、まあ、あの、サポートしたわけじゃないんですが、まあ、ライブとかね、あの、あとはサブチャンネルの方でやったりとか、えー、いろいろしておりまして、えー、ご無沙汰でございますね。はい。えー、いろんな意味で僕、ご無沙汰です。はい、すいません。<laughs> え、まあ軽く下ネタ突っ込んだところで、えっと、今日本題はですね、え、ちょっとまあお役立ち情報かなどうなのかなという微妙なところなんですけれども、え、まあ会社では買ってくれないけれども、持っていると便利だよというアイテムたちを紹介しようかなと思っております。例えば、会社で支給されるもの、たくさんあると思います。そしてまああの、仕事で使うものは、基本的に会社から支給されるというのが、まあ大前提にはなってはいるんですが、え、やっぱ現実的に運送会社で、いやいや自分で 買ってよとか、あのそれは会社支給じゃないからみたいな、あの使うもの例えばあの革手とか作業服とかあのそういうものであってもいや自分で買ってねみたいなそういう会社さんもあります。ケチくさい会社ですね。えー、そういう会社はもうあの秒でやめましょう、えー。そういう会社ってやっぱあの何しろケチなので、あの作業服とか革手とかそんなの自腹で買わせるような会社は、えー、土台やっぱあの冬になってもスタッドレス履かないとかあのそういうケチっちゃダメなところまでケチったりする会社は結構ありますので。 えー、そういうところは、あの、いる価値ないなと。えー、そして、これからやっぱり、あの、年々ですね、厳しくなってきます、運送業界。えー、そして、やっぱ、あの、ホワイト化も進んでますし、えー、なかなか、こう、ブラックな会社、そして、あの、ケチ臭い会社はですね、えー、やっていけないようになりますので、えー、見切りをつけて、そういう会社はやめた方がいいかなと。えー、そして、えー、会社では、まあ、あの、一応、業務に関するものは、えっ、ー、と、会社がお金を出すということにはなってはいますけれども、あの、あれもこれも全部というわけにはさすがにいかないと思います。えー、例えば、まあ、ヘルメットであった えー、あとは、まあ、ま、あこの作業服とか、あとは、ボールペンとかですね、そういうのは会社で支給されると思います。えー、さっき言った革手、まあ、革手に限らず、あの、<laughs> 革手使う会社は革手、えー、まあ、あと、軍手だったら軍手、まあ、あ素手でやる会社は素手でもいいんですけど、あとは、あの、なんてかス滑り止めがついている手袋とかですね、えー、そういうの会社で支給してくれたり、あとは安全靴とかですね、会社で支給してくれるはずです。えー、こういう、ま、業務に、あの、 関わるものは会社でもらえる。えー、もしくは自分で好きなの買ってきていいので、えー、それ領収書持ってきくれば、うう払い戻しますよ、みたいなスタイルの会社もあります。えー、そしてですね、あの、ちょっと本題に入るのが遅かったんですけども、えー、会社ではさすがにそこまでは面倒見ないけど、あの、持ってると便利だよというアイテムをこれからあのご紹介していきたいなと思っております。えー、これはあの、 個人個人いろいろあると思います。そんなのいらねえよっていう方もいれば、ああ、それ便利だよねっていう方もいます。えー、未経験の方はですね、わりかしこういう、あの、細々としたアイテムたちを、こう、あの、いろいろ揃えておくと、えー、トラックの仕事もより楽しくなり、えー、そしてより便利になり、より、あの、続き、長続きするようになると、えー、こういうふうに思っております。まあ、一人一社の専属車だったら、えー、車にはあの、ドーンと入れとけばいいですし、えー、まあ、あの、こう、乗り換わり、乗り回しみたいな、そういう車の会社だったら、あの、まあ、 自分がいいいつもあの持ってて歩くカバンの中に入れといて欲しいなという小物たちです、ねはいえー、なので、あの、サンダルとかそういうのはちょっと省きます。えー、これですね、サンダルは、あの、サンダルで運転しちゃいけないよっていう会社さんもありますけれども、えー、長距離運転はやっぱりサンダルの方が楽です。えー、なので、あの、会社によっては、あの、ごっつい、あの、超過の安全靴、革の安全靴で運転してくださいっていう会社もありますけれども、あの、それはそのルールに従わなければいけないんですが、基本的には、あの、長距離運転はサンダルの方が楽なの でえー、サンダルあったらいいですね。えー、あとはもちろんサングラス、えー、あった方がいいと思います。えー、何度も、何度も、何度も言っている通り、運転手さん、あの、朝から晩まで、えー、暗い時から明るくなって、そして暗くなる時までですね、ずっと、あの、外で紫外線にさらされてますので、えー、性能のいいサングラス、えー、あの、そこら辺で売っているあの、500円とか1000円ぐらいのパチボンの、あの、プラスチックのサングラスではなくて、えー、ちゃんとあの、ま、UV カット的なの、まあ、よくわかんないですが、あの、りかし性能のいいサングラス、 えー、できれば満タインにするような、えー、サングラスが、あの、あるといいかなと。あの、まあ、ちなみに僕は、あの、オークレイのサングラスずっと、あの、使ってますけど、これ、えー、っと、3万5千円ぐらい、えー、したサングラスです。えー、3万5千円みたいな、はぁ、高いじゃん、みたいなことを、あの、考えるかもしれないんですけれども、あの、これって、やっぱり僕はそこまで高いと思ってなくて、あの、最初に出す金額としては高いんですけれども、あの、性能のいいサングラスって何年も使えるんですよ。えー、なので、このサングラス、えー、っと、7、8年ぐらい前に、 あの、結構あの、昔パチンコやってた時にガロで大勝ちした時に買ったサングラスなんですけどね。えー、オークレのやつ。あの、いまだにあの、普通に現役で使ってますので、えー、まあ,あの、あと何年も使えると思います。例えば、あの、仮に10年使ったとしたら年間3500円ということになりますので、えー、別に高くはないかなと。まあ、あの、一遍に出す金額としてはちょっと少々高額ではありますが、えー、この性能のいいサングラスをあの、持っていっていただければ、あの、運転手さん。 え、目の保護、えー、大事ですから。えー、やっぱ目っていうのは衰えてしまいますし、そして衰えたら、あの、回復しませんので、えー、なるべくあの、大事にしていただきたいなと思います。えー、そしてあの、便利小物続けますね。ちょっとあの、数が多いので、トントントンと行きますけれども、えー、次は、えっと、必要ない人もいると思いますけれども、お腹の薬用意しといてください。えー、お腹の薬っていうのは、なんかあの、まあ便、便秘の人だったら、便秘薬とか、あとは、下痢気味の人だったら、あの、下痢止めみたいな、そういうやつですね。えー、あの、お腹の薬、あとはあの、急なゲリ、 え、聞くみたいな、あの、ストッパーみたいな、えー、そういうのも、あの、あると便利。まあ、やっぱり、あの、運転手さん、渋滞みたいなのはよくありますので、えー、渋滞で急に腹が、みたいなね、あの <laughs>、昼に食った二郎系が来た、みたいな、そういう <laughs>、急に来ることないかな。あ、でも、ま、あの、あんだけニンニクがっつり食えばですね、えー、昼に二郎系のラーメンなんかね、あの、食えば、あの、 いや、来たー、やべえ、払いてー、みたいなことに、えー、なるかもしれないわ、まあ。別にジローが悪いわけじゃないですけどね、えー。なので、あの、急な下痢を止めるストッパーみたいな、そういう薬持っといた方がいいかなと。あの、こういうのはやっぱりあの、トラックのこう、あの、サイドポケットみたいな、すぐ取り出せるところに置いといた方が、あの、いいんじゃないかなと思います。そして次行きます。次は、えっ、ー、と、こちらあ、僕が使っているスピーカーですね。えー、Bluetooth スピーカーになります。えー、Bluetooth スピーカー別にいらないよっていう人もいると思うんですけど、あの、 これ、イヤホンと、えっ、ー、と、セットで欲しいなと思います。えー、まあ、こちらにあの、イヤホン、えっ、ー、と、 ブルートゥースの、えっ、ー、と、これは AirPods Pro で、これも3万ぐらいするんですけれども、あの、これは、あの、正直、iPhone 使ってる人だったら、これがいいんじゃないかなと思います。えー、やっぱり、あの、Apple 製品は Apple 製品の方がいいので、えー、ただ、これ、あの、AirPods Pro なんですけど、あの、Pro じゃない方を僕はお勧すすめします。これ、AirPods Pro は、あの、短いんですよ、絵の部分が。えー、なので、あの、結構ね、ポロッと落っことしたりするので、あの Air、AirPods Pro じゃない、AirPods の方だと、 ちょっと長いんですよね。えー、なので、ちょっとあの、取り扱いは、えっと、楽で、そんなに性能もあの、変わらないので、えー、僕は、一応あの、AirPods Pro これ使ってますけれども、あの、これから何を買おうかなと悩んでいる人、もしあの、携帯電話が iPhone であれば、えっ、ー、と、AirPods の、えっと、ちょっとあの、長めのやつですね。はい、ここが長いやつ。えー、がおすすめです。そして、えっと、同時にこの Bluetooth のスピーカー。これなんであの、イヤホンあればスピーカーいらないだろうっていうことになるかもしれないんですけど、えー、やっぱりですね、このずっと、 イヤホンで話していると耳痛くなったりで、であのやっぱ。 このイヤホンだと外の音が聞こえなかったり、えー、まあ、えー、これは、あの、割り出し高性能なので、あの、外の音が聞こえる設定にもなるし、完全なノイズキャンセルもできるしで、あの、まあまあ、いろんな設定ができるので、これでいいと思いますけれども、やっぱりずっと耳、異物が入っているとちょっと疲れたり、え、やっぱりこう、あの、なんだろう、汗かいたり、こう、やっぱ耳湿ってきたりしますので、えー、そういう時にやっぱ音楽を聴くとか、えー、あとは、まあ、あの、YouTube の、この、なんか、えー、例えば、まこない社長とか、 あの、ま、なぐさんみたいなのは、あの、聞いて大丈夫な動画みたいなのは、えっと、スピーカーから、あの、ダイレクトに音を流した方が、えー、聞きやすいですし、あの、外の、えー、あの、音も入ってくるので安全ですということでですね、あの、まあ、耳を休めるということもありますし、えー、まあ、いろんな、あの、点から、この、ブルートゥースの、えっ、ー、と、スピーカーですね、えー、僕はこの JBL おすすめです。あの、いろいろ、あの、ソニーとか、えー、そこら辺、パナソニックとか、まあ、いろいろ買ったわ買った、えっ、ー、と、一番専用の のがいいのはあのボーのやつが一番性能がいいとは思いますがあれはちょっと高めですな、えー、のでそこまで高性能なのはいらないかなと思ってて僕これ確か1万円ぐらいで買えると思うんですけど、えー、これで十分かなそしてこれはあの防水防塵になってますので、えー、ちょっとあのお水こぼしてあの濡れたとか言っても全然大丈夫、えー、そしてあの JBA って基本的にあの中低音があの結構しっかりと出るんですよこれあのソニーとかだと重低音がまだいまいちで、えー、ちょっとあの高音がすっか カスカみたいなあのソニーの割にはちょっと安っぽいなみたいなえ多分ねあの値段によるんでしょうけど一番安いようなやつはあのあんまりおすすめじゃないでこの JBL のちっちゃいのもあってこれが三四千円ぐらいで買えるんですけどこれもすごく高性能であの充電音しっかり出てます、えー、のであのこの Bluetooth スピーカーは僕はあの JBL のタイプあのがおすすめこれちょっと大きめのやつで一万円九千八百円ぐらいかな、えー、するんですけれどもあのタフでそしてあの充電も結構持ちます。 えー、なのでですね、これ1個あれば、あの、そして、あの、イヤホンと,、えー、と併用すれば、えー、とだいぶあの楽しく運行できるんじゃないかなと、えー、思います。はい。 えー、そしてですね、あと次、次はちょっとあの意見が分かれるところだと思うんですけど、えー、こちらですね。どん。これ分かりますかこれちょっと汚いんですけど、あのー、仕事で使ってたやつで、あの、仕事、トラックの仕事やめたので、あの、キャンプで使ってるのはちょっと汚くなりましたけど、えー、これ、つまりですね、あの、調味料入れ、えー、になります。あの、トラックの運転手さん、やっぱりあのごご飯、ご飯、あの、食べるの楽しみだと思うんですけど、えー、例えばコンビニとか、あとはあの、パーキングエリアで半額のお寿司を買ってきたみたいなね、 あの、そういうパターンあると思うんですけど、あの、やっべ、醤油ないとか、あの、醤油をちょっと落っことしちゃったとか、うわ、ついてねえじゃん、みたいな、そういうパターンって結構あると思います。で、あの、結構ね、トラックの運転手さんたくさん食べるので、あの、とんかつ弁当みたいな、あの、すごい大盛り、デカ盛りみたいなの買ってくると、あの、ま、あの、美味しく食べるんですけど、やっぱりちょっとね、飽きるんですよ。え、なので、ちょっと味変したいな、みたいな時に、あの、マヨネーズがあったりとかね、え、あと、あの、ちょっと僕は、辛らしとか、あの、ラー油とかも入ってます わさびあとこのなんかあの。<coughs> えー、塩、まあし、醤油と塩と、あの、胡椒は、あの、鉄板で入ってるんですけど、なんか、ハーブ塩みたいなのとかね。あのー、まあ、醤油ももちろん、あと、えっ、ー、と、なんでろ、なんだろ,うんだろう、結構あの、あ、オリーブオイルとか、まず、キャンプ行ってるから入ってますね。あと、砂糖とかも入っておりますので、あの、一応、このセットを、あのー、積んでおくと、すごく便利。えー、そして、あの、ここ、これと一緒にですね、あの、割り箸なんかも積んでおくと、あの、ものすごく便利ですね。あの、弁当を買って帰って、あの、いざ食おうっていう時に、やべ、箸入って、 ないじゃんっていうパターンたまにあるんですよ、えー、なのであのー これは別に悪気があって入れなかったとかじゃなくて、あの、向こうが忘れたとか、なんか、あと走ってたまにこう、あの、食おうと思ってご飯作ろうとした時にパキッと割れたりしません、ね、たまに。えー、なのでそういう時に用にあの割り箸とあの、この調味料セット。えー、調味料セットはね、これはね、あの、非常に重宝します。これはもうあるのとないのじゃ、あの、トラックの、えー、楽しみ方全然変わってきますので、これちょっとおすすめ。えー、ただ、あの、やっぱりこのマヨネーズとか入ってますので、あの、賞味期限は気をつけていただきたい。夏場はね、ちょっとあの、 えー、冷蔵庫に入れとくぐらいの感じが、あの、いいかなと思います。えー、そして、最後、えー、紹介するのは、こちら、ドドン。もうちょっと時期的に、あの、遅くなってしまいましたけれども、えー、こちら、えっ、ー、と、知ってますかソナックスの、えっ、ー、と、インセクトリムーバーという、えー、やつなんですよね。えー、まあ、インセクトリムーバーということで、あの、虫落とし。えー、まあ、今の時期は虫少なくなりましたけど、あの、長距離の運転手さんなんか高速道路をずっと走っていると、夏場なんかはこう、虫がパーンって、あの、当たってですね、えー、それで、あの、弾き けんんで、なんかあの、メガっっっっっっててててらみたたいいななああああの、の、の、それれれでかかかこう、窓に張りり付いちゃゃ結構おしとかやってもあの取れなかったりであのすぐに降りて、こう、あの、吹くわけにもいかないので、そのままずーっと走っていて、あの、荷物を下ろして、ちょっとあの、吹こうと思って、こうあ、シューッとやって吹いても、なかなか取れなかったりしませんかあの、虫の死骸、え、まあ、ぶつかってきた虫ですね。結構あの、窓汚くなると思います。夏場なんかは特に。えー、そこでこれ、えー、ソナックスのインセクトリムーバー、これ、 あの、結構ね、千円何百円とかで、あの、そこそこ高いは高いんですけど、あの、これ、あの、感動もんに落ちます。あの、なんだったらこの動画はこれを紹介したくて撮り始めたみたいな、あの、そういう側面もあるんですけど、あの、これオートバックスとか、ま、あの、買い用品店に、あの、一応売ってるんですけど、あの、ま、嘘だと思って、あの、試してみていただきたい。え、そしてですね、あの、虫つくの、やっぱあの、車を綺麗に保ちたい運転手さんたくさんいるので、え、そしてやっぱあの、 視界になんか変なのがついてると、やっぱりちょっと気持ちいっちゃうので、あの、常に綺麗にしたいなという運転手さんいらっしゃると思うんですけど、あの、これ超超絶おすすめ。あの、まあ、使い方はもう普通に簡単ですね。あの、汚れた窓にシュシュってやって、えー、まあ、30秒とか1分ぐらい、こうあの、黙ってふーっと、えー、タバコ吸って待つと。えー、タバコ吸わなくてもいいですけど、あの、待つと。んで、あの、普通に、あの、雑巾でも、なんかマイクロファイバーみたいなやつでも、こうビビビビッと拭くと、あの、簡単に取れます。これあの、ちょっとね、 今までって意外とこう窓のこうクリーナーみたいなのでも結構残ったりしたじゃないですか。ああ、虫のごら足がいて取れないなみたいなイライラしたと思うんですよ、今までは。ただこれがあると、もうあの、かけて大体ちょっと待って吹けばほとんどあの、ピッカピカ綺麗になりますので、あの、これちょっと超絶おすすめですね。まあちょっと高めではありますが、あの、買い品店で買えますので。 はい。あの、試してみてください。虫、虫の死骸汚いのが気になっている運転手さんは、あの、濃いので、ちょっとケアしてもらいたいなと、とえー、思います。あの、やっぱトラックの運転手さんはね、これやっぱ会社では買ってくれないものたち、アイテムたちではあるんですけど、あるとやっぱり便利ですし、あの、トラックの運行楽しくなります。えー、そしてあの、飯食うのが楽しくなったり、えっ、ー、と、走っている時に仲間同士で電話したり、あの、音楽聴いたりっていうのが、やっぱりちょっと、一つランクが上がってですね、あの、楽、 運行自体も楽になりますので、こういうのを活用していただいて、えー、最終的にはあの安全運転につなげていただきたいなと、えー、思います。はい、本日のテーザー放送、ちょっと長くなりましたね、ごめんなさい。はい、えー、以上になります。どうもありがとうございました。では、ごきげんよう。